皆さんこんにちは、トミックです。今回やってきてるのは北九州市中央卸売市場ということで、福岡県にやってきました。久しぶりの九州ですよ。なぜ今回中央卸売市場に来たのかっていうと、山口県の下関の方で唐戸市場やったじゃないですか。唐戸市場とカモンワーフをやった時にコメント欄で、北九州市の中央卸売市場もやってほしいっていうリクエストも来てたわけですよ。福岡って博多周辺ってやってるけど、北九州とかって全然やってなかったわけですよ。北九州の中央卸売市場、実際どんなところなのか皆さんに紹介していくので、回線付きは絶対にグッドボタン、そしてチャンネル登録、まだの方登録お願いします。今回は北九州市中央卸売市場。ここの卸売市場は敷地が広いタイプで、水産、青果、関連等と距離が離れてるんですよ。他の地方で似たような卸売市場だと、神戸とかですよね。まあ俺もそうだけど、皆さんがこういう市場行くとしたら、食堂くらいにしか行かないと思うので、あまり関係ないですね。アクセスで言うと、小倉駅から車で10分ほどで着けます。ちなみに卸売市場の正門から入った突き当たりに、中央市場のマップがあります。まっすぐ入った左側の奥に、飲食店が入っている関連等に行きます。関連等の向かいに、一般の人が止めていい駐車場があります。後の駐車場は買い出しする業者用の駐車場って感じですね。で、その関連棟がこちらですね。駐車場に分かりやすく書いてあります。一般駐車場、こうやって見たら台数は結構止められそう。関連棟ですね。雑貨とかも売ってて、飲食店も入ってたりするところ。朝タウン、地方の卸売市場の関連棟はなんか別名称があること多いですよね。これが関連棟のマップ。関連棟の両側に飲食店が並んでました。真ん中がおそらく雑貨とか売ってるお店だと思います。なんと関連棟の中に整体があるんですよ。いろんな卸売市場行ってきたけど、市場の中に整体があるのは初めて見た。その整体の向かいにあるのが市場食堂。まだやってないけどね。で、メニューは写真で壁に貼ってありました。本マグロ入り海鮮丼が1450円、特上海鮮丼が2200円、特上イクラ丼で1200円。イクラが1200円って安すぎん。しかもご飯大盛り無料。回転が10時半から14時までの昼営業オンリー。こうやって見ると写真のクオリティ高いですよね。経験上こういうところの市場食堂って写真詐欺しないですからね。あとはこんな感じでうどん屋さんとかカレーが食べられる市場食堂とかですね。結構年季が入ってて、ほぼシャッター閉まってますね。空いてるところだと八百屋さんとか、それと冷凍のマグロ屋さん。値段とか種類はホワイトボードに書いてありました。それとなぜか VHS のビデオも売ってました。今の10代とか、絶対使い方わかんないですよね。全体的に昭和の古い建物って感じ。あとはパンとか売ってました。この日が平日だったので、もしかしたら土日になったら全部のシャッターが開くのかもしれない。奥の方に寿司屋がありましたね。うちに入りにくい雰囲気ですよね。で、メニューがまさかのおまかせコース。3000円と4000円。ガチで初見で、フラッと来た人絶対入れないじゃん。正直俺もう躊躇しちゃうもん。他だと穴子巻きとか、バッテラ、巻き寿司。ここら辺は安いですね。で、その他ご注文に応じますってあるんですけど、もう大体こういうタイプの寿司屋は常連向けです。で、外側の方にもう一店舗市場食堂がありました。それとシャッター市場だからなのか、無人直売所なんてものもありました。見た感じ、フグ屋さんっぽいですね。なんか唐戸市場に似たような自販機ありましたよね。ドヒエモン。で、朝タウンの向かい側の奥に見えるのが青果棟です。結構距離あります。で、青果棟のさらに奥に見えるのが水産棟です。で、水産棟の中はこんな感じで、ちらほら一般人向けのものが売ってますね。なので、鮮魚というよりは加工品がメインです。おそらく隣がセリパっぽいです。扱ってるものもおつまみ系とか、個包装されたもの。まあ、あと出汁の素とかですね。あとはフレークとかの加工品とか。まあ、店舗は少ないけど、ちょっと見る分には市場の雰囲気も味わえていいんじゃないでしょうか。まず一つ言えることは、暑い。皆さんも熱中症には注意しましょう。早速ちょっと朝タウンの中に入ってるリクエストがあったところ行ってみようかな。そんなわけでまず一軒目はめっちゃ入りにくい雰囲気のお寿司屋さん。ちなみにここは朝早くからやってるみたいです。よくわからないけど、まあ、無難に3000円のお任せにしてみようかな。店内は超老舗の年季の入った狭いカウンター型のお寿司屋さん。後ろに小さいテーブル席が一つだけある。カウンターは5席くらいかな。で、入ったらすぐに何にしますかって聞かれたので、お任せの3000円って言いました。つまり入る前に頼むものを決めておけってことです。まず最初の一貫は大トロが来ました。マジで一貫ずつ来るタイプだ。ネタはだいぶ厚めでシャリを包み込んでる。本格的なお寿司。この大トロ。かなり脂が乗ってる。前に和歌山の黒潮市場で食べた1万5000円の海鮮丼に入ってたものと同じ感じがする。結構重いタイプ。シャリは全然わからなかったです。口の中でスッとなくなる。赤だしのあら汁とイカとエビとヒラメですね。イカは塩が振ってあるのでそのままと。あら汁はかなり独特な風味で、わかめとフグのあら
が入ったあら汁でしたね。で、独特な風味に関しては今まで味わったことないから不思議な感じ。イカは上に飛びっこがあって、ネタとシャリの間に海苔が入ってました。これも口に入れた瞬間に独特な風味がありましたね。今まで老舗の同じタイプとか、ちょっといいところのお寿司とか、まあ、データ集めのためにこう食べたことあるんですけど、少なくとも東京では食べたことないような味。エビですね。しっかりしたエビの肉質で、ほんのりわさびが効いてて美味しいです。相変わらずシャリはスッと消えてるのか、全然わからない。で、ヒラメは身が柔らかくて、間に刻みネギが入ってたのか、ヒラメの風味の奥にネギのシャキシャキと風味を感じました。で、その直後にウニと弥生とホタテが来ました。ホタテは炙ってあって、タレが塗ってありましたね。弥生は調べたところ、カマスでした。ウニの軍艦は結構大きくて、回転寿司基準で見ると、一回り大きいくらいです。で、ウニの軍艦は見た目的にネタが少ないように感じたけど、食べてみると、意外とウニの量が多いんですよ。軍艦も見た目よりシャリが少ないのかなって感じる。多分量は結構あると思うんですけどね。ホタテは火が通った芯のある食感で、それにタレが馴染んでます。炙りではなかったですね。で、弥生ですね。これは口の中に入れた瞬間に、まず柑橘系の酸味がブワッときて、その後に塩のしょっぱさが部分的に口の中を刺激してる。身自体は結構ブリブリしてるんですよ。食べてみると結構面白い寿司ですね。そしてクジラとニアナゴですね。で、ニアナゴが最後に来て、追加があったら行ってくださいと言われました。クジラですね。生姜が上に乗って、間に小ネギが入ってましたね。やっぱり下関に近いから北九州もクジラを推してるのかな。クジラは火を通してるコリコリした食感で、部位はうねすあたりなのかなと。回らない寿司屋でよく見るニアナゴですよ。ただ小骨は取ってないです。アナゴは煮詰めた醤油の風味がすごいのと、煮物特有のボソミがある。なんか本格的な寿司屋のニアナゴですよ。わかりにくいけど、いつも食べているようなあのチルドタイプのアナゴではないです。これで3000円。少なくとも同じ寿司を関東あたりでやったら、倍くらいするかもしれないです。そんなわけで次は市場食堂の方ですね。10時半からで、開店5分前ですでに何人か並んでました。で、店内はオールカウンター型の綺麗な定食屋さん。これがメニューで外にあったのと全く同じ。今回はこの2300円の特上海鮮丼にしました。この時に温かい白飯か酢飯か選べました。もちろん選んだのは酢飯。そしてこれが特上海鮮丼。まさかのネタとご飯が別。ご飯は酢飯で、刻み大葉と刻み海苔とごまが乗ってました。丼は気持ち小さめの丼。こっちに関してはオケですね。で、ネタがネギトロ、イクラ、蒸しエビ、煮穴子、シラスととびっこが混ざったものがあって、大トロ、中トロ、赤身。で、サーモン、タイ、タコ。なんかの炙りと、ブリ系のネタですね。で、ネタ自体は一口サイズ。寿司ネタで使うには小さいかなっていうサイズ感ですね。で、穴子一匹入ってます。海鮮丼というより刺身定食ですよね。で、蒸しエビはしっかりした肉質のエビで、寿司屋のネタで使われても違和感がないエビです。それが2尾。ご飯も結構しっかりめの酢飯で、寿司のシャリにもそのまま使えそうなぐらいしっかりしてる。ネギトロ自体はよくあるねんまりしたネギが練り込まれたもので、あの醤油が濃いめで甘みがあるタイプなんで、それの風味が強く出てます。煮穴子は1匹をそのまま丸めたもの。このアナゴは回転寿司で出てるチープなニアナゴとかじゃなくて、あのちゃんとしたやつでした。1軒目のニアナゴは寿司屋のニアナゴだけど、こっちはなんか鮮魚店で扱ってるニアナゴっていう感じ。ちょっとタイプが違う。でも味も染み込んでて美味しかったです。で、マグロの赤身ですね。食感はねっとりしてて、しっかりとした本マグロの風味を感じます。あれマジで本格的な寿司屋で使われてるマグロの赤身って言われても違和感ないです。ただ醤油が強いです。おそらく中トロなんですけど、これは口の中に入れた瞬間に油を感じるんですけど、すぐにスッと溶けるような上品な重さ。なんか夏のちょっとあっさりした大トロぐらいの重さですね。サーモンは少しだけ油が乗ってて弾けるような食感の密度の高い。前に食べた福井サーモンのもうちょっとあっさりしたな。なんかネタの質高いですよね。ただ刺身の一つ一つは小さいので、これ量よりも質を求める人向けなのかもしれない。でも量を求めるならご飯も大盛りもできるんですよね。まあ、ちょっとそこは分からないです。で、シラスも安定。ご飯と一緒に食べるとより美味しく食べられます。で、イクラはかなりしっかりした濃厚なタイプ。これはイクラ丼にして普通に食べたい。イクラ丼が1200円だったっけ。そう考えると下手な観光市場で2、3000円出すよりこっちの1200円のイクラ丼食べた方が絶対いい。大トロはめっちゃ脂が乗ってる。サイズは小さいけど重めなんで存在感はあります。これも2切れ入ってました。で、タコですね。大体タコって噛み切りにくいものが多いんですけど、これは柔らかい食感のタコです。明石で食べたタコに近いかも。タイですね。サイズ感は普通なんですけど、結構ブリブリする。なんか締めたての硬い身そのままって感じ。他のこうブリ系の身とか、なんか多分島味とか、そういうのもブリブリした食感。ブリブリというよりなんかゴリゴリしてるって言った方がいいのかな。
長崎の海鮮に近い食感です。これで2300円、海鮮丼偏差値は63ですね。これは量より質タイプ。ちなみにここは常連さん曰く土日とかめっちゃ並ぶらしいです。見てください、食べ終わった後でもまだ並んでる、平日なのに。今回リクエストあった北九州の卸売市場いかがでしたか？ぜひ感想コメント欄でお待ちしております。今回の北九州中央卸売市場いかがでしたか？正直ね、どっちもレベル高いっすね。遠方から来た人からしたら中央市場なんで入りにくい雰囲気はあるんで、まあ、そこはね慣れです。入りにくい雰囲気を乗り越えた先に最強の寿司と海鮮丼が待ってるわけですからっていう感じなので、リクエストあったらどんどんコメント欄なり書いてくださいっていう感じなので、毎回みんな見てくれてグッドボタン押してくれるおかげでこういったね一番巡りができるので、今後も継続していくために絶対にグッドボタンとチャンネル登録お願いします。